お疲れチャンスラッドです。今日ですね、こちらの高回転エリージェイフェニックスやっていきます。さあ、久々に文句が入っておりません。まあその代わりにね、当たり前にフェニックスはいるんですけども、やることは簡単シンプル。エリポン置いて置いて置いてフェニックスで守って、エリポン置いてフェニックスで守って、気づけば場にはフェニックスいっぱいみたいな。まあついでにエリジェイも利用って感じかな。だからね、エリジェイがフェニックスに対して強いみたいなのを、まあ、若干言われてるんですけど、まあ若干っすね。結局なんかエリジェイでフェニックス、まあ溶かしつつの後ろのフェニックスが強いだけなんで、とりあえずエリジェイの後ろにフェニックスつけとけば勝てるよね。高回転でそれができたら強いよねっていうデッキでさえ。なので、もう適当に1コスとボンバー捨てて、エリポンいて、まあ、攻めてこられたのはね、フェニックス守ってかな。もうこれ繰り返すだけですね。まあ、みんなもう発想は同じ。同じようなことをしていきます。はい。フェニックス。守ってみたいな。さあ、でもミラーエリポンがあるので、まあこれで相手がどうなるかっていう感じかな。さあ、ゴルナイタルか。普通に三種かね。でも俺はフェニックスゲーをしたいだけなんで、マジ。よいしょ。え、まさかの、エージャイじゃねえわ、俺や。ゴーレム。さあ、三重士とかいんのかな。あ、てかこれ、なんで俺エリポンに当たらんかったんやろっていう位置の、あれなんですよね。さあ、まあ、フェニックス。まあ、エリポン置いとくか。相手、エリポンゴレだ。なんか、行ったら強そうじゃね？マジで。チンパンすればいい。やべえ、チンパンの対決始まる。さあ、しかも、フェニックス追加。これ多分、フェニックス追加で勝てるんですよ。うわ、やべえ、これなんかワンチャンキングいけそうだな、しかも。ないか。はい。即引っ張って。いけ、マジで。えぐくね？えぐくね？相手そばいねえぞ。さあ、諦めてく。やばいっしょ、これ。発狂するっしょ、こんな。これで勝てんのよ。だからもう、エリジェイじゃなくてもいいんすね、これ。やることは同じなので、まあ、エリジェイじゃなかったらもう、本当に、何、まあ、エリゴレでもいい。エリゴレでもゴーレムでも、アーニャピーナッツが好き。ラーニャお酒好き。ラーニャクララも好き。ラーニャ眠い。さあ、エリポン置くか。置いとけばいいんだね。ほんと、エリジェイなんかもう何でもいいっす、ぶっちゃけ。この、高回転エリポンフェニックスヒースピっていうバグ戦術ですね。あ、エリポン全然ないやん、俺の。順番に。いいとこに。さあ、8枚目っすね。さあ、スパイファミリーマジでおもろいからな。見た方がいいっすよ、絶対。ネット振りで、常に追ってます。さあ、エリポン。相手ゴーレム。やばい、フェニックスいない。8枚ぶり来そう。まあでも、これを守れるのが、エリジャイ。まあ、エリジャイの強み出ました。で、ヒースピでボンバーを回復してあげると。で、まあ、ここはね、ダメちょっと受けちゃうんですけど、まあ、ちょっとなんで、まあ、次のために、今後に向けてね、まあ、フェニ行ってもいいんですけどね、これ。相手攻め取るのまで使ってたし。ライトニング。残るんじゃない、あれ。パカン、うお、パカン、うお、びっくりしちゃった。うん、何、フェニックス大好き。はい。簡単だ。簡単だな、マジで。何やったら簡単。何、お腹すいた。何、エリジェイも好き。
はい、グッドゲームマジこんなに勝てる、簡単に勝てるゲームそうないっすからね。平井心あっちいさあ、しかも E スピまでここで拾ってあげる。お、拾えない。いやマジフェニックス無限すぎてこれやばいよな。絶対復活しまうもんなこんなうん、これからはフェニックス好きになってくれよアーニャくん。さあすごい、なんか申し訳ない試合しかしてないんですけど、まあだから世界今本当になんだ2桁ぐらいだったら余裕でこの戦術ばっかなんだね。そうこんなんでいいのって、なんかいろんなプレイヤーがツイートしてますね。そうエリポンフェニックスゲー、エリゴルフェニックスとかもいるみたいで、よいしょ、エリポンよこせよ俺に、何エリポン欲しい言ってなかったからか。さあウィルビー、あれウィルビーみたいなのが言ったよな、ウィズビーか、エリポン8枚目なんでやん。さあでも文句使ってないと、文句使いたくなるっすね、あの反射がちょっと恋しくなっちゃう。いた、もうやめろやめろ、触れんな。おマジで暇なんだけど、まあエリジャイフェニックスするだけ勝てるんですよね。どうしよう、いやフェニックス防衛でマジ重要なんですよ。で待ってくるんですよ。おいや美味しい美味しい美味しい、これは美味しい、これでもエリポンけばいいんだよね俺は。今んとこもひでえ試合しかしてねえからな、試合内容がうまいのかけらもないぞ。おお。なあ。いた。あ、これやばいかな。インフェあるかな。インフェあると怪しくなっちゃいます。オグバレル、このボンバー置いとけば相手も攻めにくいだろ。よろしく、いいね。さあオグバレル来るぞ、まあ、バレルは許容してですね。まあいっぱい許容することになっちゃいそう。一回行ってみるか。あーインフェやっぱあるっすね。あー今フェニックスにだけ行ってたら熱かったな。うん、いやでもこれ流れきそうだけどな。いやでもここで一応エリポンまで置いとく、えらい後のことを考えてね。いやマジフェニックスで勝てるぞ。いやなんか持ってねえか、なんかちょっと噛み合わんな相手の攻めが、ちょっといやらしいっす。いやインフェは強い。いやスケルトン部隊まである、うわ勝てえな、なんかウッドがあればすごい楽なんですけどね。これ美味しい。あるぞフェニックス、いけいけいけ、耐えます。はいはい、危ない危ない
怖すぎる。さすがに怖かったな。打ってほしいって感じでしたね。まあ、気合の耐えからのエリアドのチンパンですね。はい、エリポン打ってたんでね、そのアドが最後回ってきましたね。さあ、インフェとかまあちょっと怖いですけど、もうインフェ相手にはしっかりね、エリポン置いて、最後に放出。あ、マジで、エリポン8枚目にしか来なくなっちゃったんじゃないかっていう。さあ、7枚目でした。ハンティングね。あー、文句欲しい、マジで。ハンターにも、アチャクにもやっぱ文句がめちゃんこ欲しくなるっすね。あー、でもライトニングなんでロイかな、さすがに。いやー、このエリポン強。最強っすね。しかもフェニックさんだよ、俺。ハシマエリジャ生きてー。まあ、ゆっくりケツエリジャでいいっすね、これも。逆サイロイだけちょっと嫌かな。あー、キョスケがあんのか。タゲ変われ。あの、アチャクイ。アチャクイマジで、タゲ天才すぎるだろ。ね。アチャクイのタゲ強すぎたなぁ。さあ、フェニックス残ってるだけで今、すごい変わったんですけどね。まあまあ。まあでも、キョロイなので、まあ耐えてしまえば、全然俺の方が有利な気がするんですよ。耐えれれば。さあ、これフェニックス、マジ最強なんで。てか、トルネもいらなかったかもね。普通に許容してもよかった。許容して、端前エリジャーにつけて、トリトンで攻めトルネで終わってたかもな。さすがにライト打ってきそう。さあ、抹茶食いはエリジャー受けっすね、もう。で、まあ、ライト打ったんで、エリポンいて。いや、着うまいなぁ、マジ。出す位置が。まあでも、うまけりゃ勝てるんじゃないんだよね。誰が一番フェニックスを多く出せるかなんだよね。このゲーム。うまいやつが勝つんじゃない。フェニックスいっぱい出したやつが勝つ。はい、それだけ。簡単？マジで。やばいよね。ダメージ高すぎる。下方受けましたからね、これでも一応。緊急下方受けて、ダメージ 10% 落ちたし、卵からね、復活するのも遅くなったし、下方されて、これですから、下方されたっけ？下方される前、どんだけ強かったんだってなっちゃうやつだね。今でもマジで、バカっつってんのに。これで下方されたと。びっくりさ、エリポン置いてこう。マジ、初手リボンもらえなくなっちゃったっすね、僕。うん。悔しい。さあ、まあこれ全部フェニックス漏れるんでね。まあスケラとか以外はかな。スケラ受けはちょっと渋いんだけど。さすがにインド出して、なんで、フリーズも打てないよ。引っ張って。ちょ、インドラ頑張りすぎ。今のトルネは微妙か。まあ、ライドラは早めに処理できたって考えればいいか。しかも相手は、これスケールじゃなくてバルーンなので、マジ天国。あにゃ、やったー。よいしょ。いってらっしゃい。エリポン。エリポンいて、もう一回エリポン切るっすね。で、ランバラ来ても、フェニックス、フェニックス。てか、なんならトルネもあるわ。強っ。俺の戦場だ、ここはもう。ごめんね。
そういう攻めをしたくなるのもね、わかるんだよ。苦しくてね。てか全然タワーも生きてたわ。なんだこの取るね。余裕があるとね、余裕があるとこういうこともしちゃう。うん、もう一回リボン来たいな。バルーンでもヘニックスあります。ヘニックスあります。バルーン届きません。フリーズはないよと。うん、マジで本当に今ハシマイフェニックス行こうとしてた。暇すぎて。マジ暇だから。しかもこれヒースピがね、飛べば絶対回復するってライキさんが教えてくれたんですよね。まあちょっと固めてブッパが怖いぐらいかな、こうなると。フリーズされてみたいな。そうっすね。いや、えらっ、あの子。あれ、なんかめっちゃ頼むから復活してくれそうな香りしてんな。よいしょよいしょ。お、なんだそれは。いっぱいいっぱいフェニックス貯めていいよみたいな。はい、もう何回も見たね、飽きたね。はい、勝てます。誰でも勝てます、このデッキ使えば。というか、まあ、この戦術か。いや、フェニックス加工されたんですけど、まだまだバケモンですよと。サイス・ゴットミー、なんかすごい名前だな。エリポンがないねん。だからなんで今日めちゃんこ引き悪くないですか。そういうもん。まあ一旦エリポン行こうか。エリポン行ってから考え。相手フェニックス13だ、かわいいな。こっち15やで。なるほどね。チンパンか。へっ、すぐそういうデッキ使って分からしてるぞ俺が。本物のチンパンで。マジできつい。ヒーラー強。熱っ。卵だけでも、卵だけでも残ってくれ。マジ熱っ。これはめっちゃいい位置のファルチやん。ちょっと待って、びっくりしたわ。まあでも一本折れてく。フェニックス、いやー、ヒーラーか。エリゴレヒーラー、それヒーラーいるよな。エリゴレなんだから。呪文入ってないんで、多分貯めちゃおう。やべえ、これあれがねかった。釣ってあげるか。さあ、まあちょっといっぱい攻めまくった方がいいですね。攻めて相手に形を作らせない。でファルチは即引っ張る。これを繰り返すと、いや繰り返す間もなくなんか終わりそうだな。うーい、そんなチンパネギ使ってからねえ。はい、エリポンの方が強い。終わってんなこれ。YT
YT 族だ。さあ、エリポンが今回はちょっと早いぞ。パタン。さあ、アーチャーだな、珍しいね。アッチャクロス、まあ、モンククロスとかありそう。クロスで攻めてこず、確実にファイアボール壊してくるタイプ。で、え、結構受けちゃうっすね。まあこれでファイボ打ってほしいな。まあ打ってくれねえのか。打ってくれなきゃリポン気にくんだ。さあ、ここでフェニックスの力を見せたいっすね。マジエリジェイミラーじゃないかな、強い。絶対フェニックスミラーだ。なんか終わりそうじゃない？えぐ？マジで。犯罪だな。マジ。やってることがマジでやばい。環境に染まった男。犯罪に手を出してしまいました。ごめんなさい。何でもこれで解決です。はい、一本折られても3くらい折れます。さあ、というわけでこちらのエリポンフェニックス、マジでやばい、壊れてるんだね。皆さんもやってみてください。よければちゃんと声をお願いします。ではお疲れ様でした。またねー。